皆さんこんにちは、小出ラ特派員のももかです。今回は大のポテト好きのこの私がフライドポテトアンバサダーに挑戦したいと思います。イエーイ。アンバサダーってどんな問題が待っているんでしょうか。全然想像できないんですけど、とりあえず行ってきます。はい、小出ラパイン小岩に到着しました。オンライン受講ということなので、こちらで受けていきたいと思います。はい、早速ですが、こちらの日本フライドポテト協会というところのホームページがありまして、こちらのですね、フライドポテトアンバサダーありました。これですね、登録してすぐ受講できるみたいなんで、早速やりたいと思います。3段階あるようで、ブロンズとシルバーとゴールド。多分これブロンズ受かったらシルバーが受けられるようになるんですかね。ちょっとゴールドまで行きたいですね。そしてなんか名刺が作れるみたいです。ちょっと気になりますね。ぜひ名刺が欲しい。うわー、めっちゃいいじゃん。教会の人になれるってこと？本当に。裏面やばい。名刺の裏面がなんか選べるみたいですよ。すごい、このポテトの写真、あれ、ほら、欲しい。おお、めっちゃ欲しいです。ぜひ受かりたいですね。ちょっとガチでやんなきゃいけないですね。ちょっと受講したいと思います。今20問目。はい、今結果が出ました。結果は不合格です。でもちょっと惜しい、ちょっと惜しい。16点以上で合格なんですけど、11点でした。もうちょっと勉強すれば取れるかな。ちょっと本当にガッツリ取りたいな。絶対もう一回受けて合格したいと思います。私は絶対名刺が欲しい。はい、前回残念ながら不合格となってしまったフライドポテトアンバサダー検定、ちょっと日をまたぎまして、少し勉強してまたリベンジしたいと思います。今日は小岩のカラフさんのこのとても素敵なテラスで、ちょっと今日スマホで受けたいと思います。そう、もうログインしてあるので、受験するブロンズの試験、前回と同様受けたいと思います。全部で20問です。始めていきたいと思います。はい。次で19問、最後のあと2問です。早っ。やばいかも、マジで。じゃあちょっと採点します。めっちゃ怖いんだけどいきます。待って、あと2点。見せてください。あと2点、あと2点。もう結果出たの？何点満点中でしたっけ？20だけど16以上の合格。14。え、待って、もうちょっと待って。待って。受かりたい、受かりたい。ちょっともう一回やりたいんだけど。今から。もう一回やりたいんだけど。卒業写真の面影がそのままだったから人混みに流されて変わってゆく私をあなたは時々遠くで叱って